皆さんこんにちは、のぶです。今日はマラッカで訪れたい場所トップ3を紹介します。マラッカはマレーシアの東海岸にあるとして、歴史あふれる都市です。フランシスコ・ザビエルが拠点としていたこともあり、日本にゆかりのある町です。まず初めに紹介したい場所はマラッカタワーです。ドーナツのようなゴンドラが回転しながら80メートルの高さまで登ります。マラッカ海峡とマラッカの街が一望できて、マラッカの街を知ることができます。次はオランダ広場です。赤い外観の教会がとても美しいです。オランダ領の頃に建てられたとても古い建物です。オランダ広場はマラッカの顔とも言える場所で、ここを起点として観光するのがおすすめです。周りには当時の要塞や水車も残っています。最後はサンチャゴ要塞とサンポール教会です。要塞は門が残っていて、当時の面影を忍ばせます。サンチャゴ要塞から歩いて山を登ると、頂上には教会の跡があります。ここはザビエルが拠点としていた教会です。現在は猫がたくさん住み着いているので、猫好きにもおすすめです。教会からは街が一望できます。今日はマラッカで訪れたい場所トップ3を紹介しました。まだまだ紹介し足りないですが、次の機会に紹介します。最後までご視聴ありがとうございました。よかったら高評価とチャンネル登録をお願いします。じゃあまたね。